ロフです。今回ですね、毎日稼ぐのコーナーで、椎名木康晴くんがいつも紹介してくださってる、そのモッピーっていうのがあるんですけども、私が今日ね、モッピーを開くと、なんとですね、SBI バーチャルカレンシーで口座を開いて、1万通貨以上、1万通貨でしたっけ ?1 万円以上の購入。こんな低価格でね、1万円程度買えば、8000ポイント、要するに8000円がゲットできるっていうことで、これはね、やらないといけないかなっていうので、やってみようかなと思います。それではね、画面切り替えますね。もうすでに出てるんですけども、今すぐチェックって出てるでしょ?これはすぐ行った方がいいですよね。今すぐチェック行って、バーチャルカレンシーズ、これ、ポイントゲットしたいですよね。はい、これでクリックします。で、口座開設ですよね。これ口座開設してね、1万円買えばいいんでしょ?もう楽ちんじゃないですか。だから、1万円が1万8000円になるんで、楽ちんですよね。本人確認書が必要。まずは何がいるの?え?オンライン、KYC? はい。日本国籍。で、これですね。免許証がいるでしょ?で、健康保険証でしょ?ああ、楽ですよね。うん。すごい簡単。アカウント作成しよう。あ、確認しないといけないね。これをね、クリックして、アカウント作成です。向こうのアドレス。なんでやねん。どういうことやねん。メールアドレス。あ、こう書いてなかった。すいません。メールアドレス入れて確認承認してアカウント作成ですね。で、これでメールが来るかどうかを見ればいいってことですよね。あ、今ポーンと音がしたんで、多分メールは来たと思います。ご登録完了しましたっていうメールが来ましたね。ちょっと皆さんのところにお見せできないんですけど、すいません。で、こちらの方で新しいパスワードを作成。はい。じゃあパスワードをね、今作ってますかね。はい。送信する。パスワードの登録が完了したということで、で、ログインしていけばいいのかな。ログイン。ちょっと待ってくださいね。あれ?こうですね。ちょっと今、皆さんにお見せできないのがすいませんけども、パスワードとか打ってますからね。はい。では、ログインできました。ログイン画面の方に移ります。皆さんどうぞこちらをご覧ください。画面縮小します。はい、こんな感じですね。で、本人情報登録って出てますけども、こちらの方もね、ちょっとだけ割愛させていただきます。別の画面見といてください。はい、こちらの方ね。今、個人情報を打ってます。あ、すいません。今ね、これ。これをね、一つずつ見ないといけないんですよ。未読ってありますよね。これクリックして、確認してこれを見ると。長いですけどもね、これザーッと見ますよ。んで、リスクの確認とかをすると。で、こちらも読む。はい。こうやってね、暗号通貨の取引を読む。これちゃんと見といてくださいね。で、読む。はい、読むよ。はい、次はここ、読む。次から次へと読む。はい、これも読むってことですね。はい、全部見ました。で、米国には住んでませんので、該当しませんですね。で、これも違うということで、ほとんどの方はこれでいいんじゃないですかね。自己資金のみです。はい。で、お客様情報を入れます。こっからちょっとすいません。画面を切り替えて、こっちの方を見といてくださいね。はい。久保哲郎と。こういうのでね、お金がいただけるのありがたいですよね。男性で、1972年生まれの10月の11日と打って、国籍が日本。で、居住地、日本。今ね、コツコツと個人情報打ってますからね、ちょっと待ってくださいね。これかな。090。電話番号を打つようになりますからね。こうですね。で、職業は会社役員でいいかな。お勤め先は、広島観光、部署、社長室。お勤めの役職が、代表。で、住所が、自動入力かな。
所在地が広島県。はい。じゃあちょっとね、切り替えていきます。はい、ここまで打ちました。で、内部者ではないということですね。内部者ではないです。該当する場合、投資ごとに関する質問、目的は、値上がり重視ですね。主たる資金の性格、余住資金、年収が、まあ、ちょっとこの辺で打っておきましょうか。金融資産が、このぐらいあって、動機が、ホームページですね。資産運用期間は、私はまあ5年ぐらいかなと思います。投資の経験、現物暗号資産は5年。暗号資産5年。株式は5年。結構やってますね、私ね。今となっては。FX は3年から5年。先物は未経験。オプションは未経験。外貨預金は、外貨預金5年ぐらいですね。秘密の質問。ここはちょっとお見せできないんで、こっちの方に行きます。はい。で、他の質問ですけどもね。弊社から5ドルからですね、これ送っていいですよ、と。暗号資産はご理解いただいてます。理解。それぞれ理解をしたらいけるということですね。本人確認書の提出がありますね。なるほど。ウェブアップロードしようかな。ウェブアップロードちょっと時間かかりそうですんで、とりあえずここで一旦動画の方は終了していこうかと思います。はい、いかがだったでしょうか。登録にね、5、6分かかりましたね。あとこれから免許証と健康保険証をスキャンしてアップロードするっていうところで完了でございます。結構ね、登録が完了、簡単ですよね。その後で、まあ8000、じゃあ1万円の入金手続きをして、いつ頃に8000ポイントが付与されるのかってことを、まあ確認して終わりになりますね。今日はまあ一旦この辺にしときましょうか。じゃあ一旦動画終わります。はい。ではですね、あの後、免許証の裏表と、それから、住民票じゃない、健康保険証のね、裏表をアップロードして完了になりました。大抵の方はこの2種類持ってるんで、2種類でよろしいかと思います。では画面ちょっと切り替えますね。はい。めでたく登録ありがとうございましたになりましたね。で、トップページに行くと、こういう風な約款が出てきますんで、こちらの方にですね、見て、なるほどね。これやっぱり見るものが多いですよね、やっぱね。まあ、同意するを押すということですよね。まあ、これ、要閲覧ですね。これ、ぐわーっと見とかないといけないと。で、ちゃんと最後まで見たことが確認されないと、このキーが押せないようになってるのかな。あれ、また出ますね。はい。これ、何回見ればいいんでしょうね、一体ね。15ページまであると。で、同意する。はい。これね、要閲欄。これはね、ハードフォークのこととか、専門用語も出てきますんでね、いろいろと知っておかなければならないですね、取引するときに。かなり厳格に、こう、約款が、規定されているということだと思います。すごいですね。で、この SBI バーチャルカレンシーっていうのは XRP にかなりね、力を入れてらっしゃると思うんですよ。XRP のことをよく知っとかないと、熱い取引になっちゃうかなってところですね。はい、これも見ましたよ。どうでしょうか、同意する。あ、まだある。結構ね、書類がね、たくさん出てきますんでね、すべてに目を通していかなくてはなりません。もういいかな？はい、いいですね。BTC が125万6千円で、XRP が 25.5 と、イーサリウムが3万8千円ですか。それぞれ堅調に値段が上がってきたところですね。で、ここに対して、こう入金をするってことです。入金をすれば、まあ、8千が付与されるということなんですけども、どういった条件になっているのか、ちょっとね、ページの方を見ていこうかと思いますね。
はい、じゃあ戻りまして、これモッピーのサイトですけど、ポイント獲得のために事前にお読みくださいってところがありますね。読んでおきましょう、うん、なるほど。ポイント獲得条件、広告を見る前に必ず見てくださいと。ポイント獲得時期もありますよね。で、こういうふうなことでいろいろと読んでおかなくてはなりません。はい、じゃあこんな感じですね。で、一体どうなってるのかな。モッピーで、SBI バーチャルカレンシー、あ、いっぱいカードのね、おすすめが出てきますね。あの、やっぱりね、ややこしいからやめとくみたいなことになると思うんですよ、ほとんどの方は。で、そうではなくって、ややこしいんだけどもやっていくことによって、報酬がね、得れますんでね。見ていかないといけないでしょうね、うん、でこの公式サイトを見ると、うん、でここに1万通貨入れとけばいいんですよね。1万円分を、うん、これはポイントゲットはいいんですけど、うん、ここにで、ユーザーさんの、なんかいろいろがありますよね。うん。右下にこんなん出てきます。暗号資産、1万円以上購入でってことですね。まあ、1万円以上購入しようじゃないですか、したら。どうやって購入するのかな？取引かな？口座管理かな？販売所、取引所。販売所で買えばいいのか。うん、で、ここで、コインを買うをクリックすると。本人情報の手続き中。あ、だから今買えないんですね。はい。わかりました。じゃあ、手続きが完了したら、買わせてもらいましょう。ということで、できるのはですね、今のところここまでです。やっぱりね、スタートしたその日に全部できるわけじゃないということですよね。まあまあいいでしょう。これで、私の本人確認完了したら、おそらくですけども、銀行との紐付けを要求されて、私の場合は三井住友にすると思いますけど、そこと紐付いたら、その銀行から入金して、で、1万円分の、なんかね、XRP ぐらい買いましょうか。そうすると、この SBI のバーチャルカレンシーの口座に、1万通貨分の、1万円分の XRP がストックされると。で、8000ポイントが付与されるのがモッピーの方ということですね。うん。わかりやすい。非常に簡単でした。まあまあ、初めてこのね、広告を見て、ここまでの作業、15分ぐらいですかね。それから本人確認して、いただいて、それで1万円買うのが、まあ5分もかからないと思いますんで、20分ぐらいで8000円が、ゲットできるんだったらいいんじゃないかなと思います。その他ですね、他にもいろんなのがありますんで、キャンペーンが。この際見ていこうかなと思いますよね。うん。だからね、FX の口座開設とかこれに比べると簡単というか、まあ似たようなもんなんでしょうけども、まあ結構いろいろできそうですね、がっつり儲けていこうかと思います。それでは本日は以上です。